総括の方をさせていただきます。昨年に引き続きというかですね、誕生から1年、昨年のこの場に立ったことをですね、昨日のように思い出すというか、本当にある意味大きな決意を持って格闘技界にもう一回関わらせていただこうということを決めて、初めての大会が昨年の2015年12月29日、その日から1年経ったんだなというふうに今日、新たな考えというかですね、感動を覚えた、大会となりました。本当にプレスの皆さんにもですね、1年間応援いただいたことにこの場を借りて心から感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。大会の方の総括に入る前に、まず発表をさせていただきたいというふうに思うことがあります。すでにちょっとインターネット等々でファンの皆さんからも、どうなってるかってことのお問い合わせをいただいている、木村フィリップミノル選手とチャールズ・クレイジー・ホース・ベネット選手の、あさっての第1試合、これはキャンセルとさせていただきます。チャールズ・クレイジー・ホース選手の、ビザの発給がですね、在留資格者証明書までは取れて送ってあったんですが、発給が降りずにですね、来日ができなくなっております。最後まで何とか来日をさせるべく動きましたが、入国が認められないのでですね、木村選手と、K-1 さんサイドとも話をさせていただきましたけども、本当にこのリマッチということに対しての意味があった試合なので、相手が誰であれ、誰でもいいから大晦日試合をしたいっていう、木村選手としては試合がしたいんだと思いますけども、それ以上にチャールズでやるということに今回集中してやってきたことも含めて、このタイミングでの試合は主催者の判断でキャンセルをさせていただく、決断をさせていただきました。一部のファンの中にはですね、当然この試合を楽しみにしていただいてたファンもいらっしゃると思いますので、この場を借りてお詫びを申し上げたいと思います。すみませんでした。ただ主催者としてはやるべきことを やったって言い訳にはなっちゃうかもしれませんけど、どうしてビザが下りないのかってのは未だにちょっと理解に僕らも苦しむというかですね、在留資格も取って12月の10日過ぎには先方の、マイアミの領事館に送って、これまで9月11月2回とも在留資格をいただいて、それでビザの発給が間に合ってたのでですね、ただいずれにしても、この試合を発表して形にできなかったことは本当に申し訳ないなとそう思っております。まずそれが冒頭で皆さんにお伝えする、今日新たな決定校としての、情報となります。大会の総括に移らさせていただきます。本当に総合格闘技、そして格闘技の魅力がいい意味でも悪い意味でも、いい面も悪い面も含めて、全部詰まった素晴らしい大会だったと、そう思っています。それぞれの試合にワンマッチ、そしてグランプリ、それぞれの試合にそれぞれの選手の思いとかけるものがあって、生まれたそれぞれの作品の集大成13試合、よく皆さんが神興行とかいろいろ言いますけど、神興行とまでは僕も今日の試合で言わないですけども、本当にミルコが、役者としてですね、役者の違いというか、やっぱりミルコとキングモーっていう2人のトップファイターたちがしっかりこの大会を締めてくれたなと。中には本当にブーイングを受けるような試合もありましたし、格闘技、総合格闘技の持ってるやっぱり膠着、ファンの中での分かりにくさ、ある部分元矢の試合のようにその総合の魅力も本当にいろんな形でのサブミッションの展開を見せる試合もありましたし、グラウンドの素晴らしさもたくさん見せられたと思う。ダメな部分も見えたけど、いい部分もたくさん見えて、非常に中身の濃い、大会だったなとそう思ってます。あと個人的には高田統括本部長もリング上で言われてましたけど、我々を救ってくれたキングモーですね、ベラトールのスコット効果に改めて
感謝を申し上げたいと思いますし、そのベラトールの代表として昨年の、グランプリの覇者として、キングモーがバンダルシーバー欠場の穴を埋めてくれたことに改めて感謝をしたいとそう思っています。そして、本当に今回いろんな選手の怪我とトラブルが最後まで主催者としてはですね頭を悩ました問題だったんですけど、シェンカウイン選手の穴を埋める形で、日本に戻ってきてくれた。現役復帰を決意して、トレーニング今年の9月にアメリカの、解説席 の, コメンタリーというかゲストとしてヒスは参加してくれたんですけど、彼が現役復帰を決意してトレーニングを始めてくれって言って本当に良かったなと。やっぱりヒースヒーリングの本当にプライド時代共に作った本当にファンが求める試合、最後まで諦めない、そういうこうファイトスタイルをですね、また8年ぶりのファイトとはとても思えない、もう38歳ですけども、そのヒースが見せてくれた、個人的にはなんていうの、マンオブザマッチ、マンオブザイベントっていうのは僕はヒースヒーリングに上げてもいいのかなっていう思うぐらい感動をしました。素晴らしかったと思います。あとは本当に新たな、チャレンジとして、この舞台に飛び出してくれた那須川天心とですね、見たファン記者の皆さんもどう思ったかですけど、さっきも本人とお父さんに言ったんですけど、僕もそこそこ格闘技やってない、全くやったことないですけど、そこそこ気は強いんですけど、あそこではもう行かないなと。そう、グランドには立って自分の庭で戦おうとするタイミングでも自らグランドに殴りに行く、なんか若い頃のヒョードルがノゲラ戦で飛び込んでパウンド落としてた姿を、階級は違うけどその姿をなんかがよぎったのと、那須川天心っていうのは本当に持ってるものが僕は常々言うんですけど、格闘家技術とか体を作ることとかそういうものは学ぶことによって手に入るんですけど、ハートの強さは持って生まれなんです。これ鍛えられないです。だからハートがもう天下一品だなと思いましたね。相手の土俵にあの場で殴りかかっていくっていう天心に僕はある部分未来を見たと思います。それで嬉しいよ、あそこまで決められながらも外してみせる、どんな男なのかなっていう、ちょっと想像、これまでも想像を超えるファイトを何度も彼の試合では見せられましたけど、今日改めて彼が本気でめんめんにチャレンジしてきたんだなっていうことを感じた一戦でした。彼の熱い要望も含めてですね、ドクターの方からも正式に了解をいただけたので、ただ正直、靭帯伸びてるんですね。当然怪我をしてドクターストップというところまでは行ってないです。グランプリで1回戦を戦って次に進むっていう状況とよく似てるとドクターは言ってました。本人も多少の痛みを持ってます。あの場ですぐもうアドレナリンが出た状態で痛みもない中で発表するっていうのはちょっと怖かったんで、ドクターチェックをさせていただきましたが、ドクターチェックの結果ドクターは GO が出てます。選手、あとは選手次第ということで、それでも天心は行くということなので、本人痛みもあるしアイシングもしてます。靭帯も伸ばしているのは事実。それでも本人の熱い思いも含めてですね、あえて1試合目で組みます。木村フィリップ実選手の、試合が流れたところの穴を埋めてもらう形で、天心に1試合目を託そうと思っています。対戦相手に関してはこれからいろいろビザの問題とかもありますから、セコンド関係で来てる海外の選手たちのセコンド関係で来てたり、一人フライ級の選手が今回たくさん出るんで、それのバックアップでフライ級に誰か穴が開いたり
体重オーバーして試合ができないとか、まあ、前回の元やナシメントの試合もあったんでですね、バックアッパー的に来日させている選手が何人かいるんで、その中から、選んでもいいのかなと、そう思ってます。まあ、日本人選手も含めてですね、今日これから明日にかけてで対戦相手は調整したいと、そう思ってます。31日の第1試合、那須川天心、木村フィリップ実る、選手の試合は、キャンセル、那須川天心が第1試合でいきます。まだ今日がスタートなんで、グランプリに向けてミルコも好発進だと思いますんで、まあ、いい感じでバルトがちょっとブーイングもらちょっとというかかなりブーイングもらってるんで、ミルコバルト盛り上がるんじゃないかなと思いますし、グランプリも混沌としてきてですね、アミーラ・ラークバリも2ラウンド目だけでジャッジをしたら皆さんもヒースがにジャッジが上がってもおかしくないというふうに思うと思いますけど、なんとなくスタミナにちょっと盲点があるというか欠点があるのかなっていうのも見えましたし、まあモルダフスキー、ワレンティン・モルダフスキー選手も怪我も全くないんでそのまま来ますから、体格はアミールのが大きいけども、まあ果たしてこの試合もアミールが盤石で勝ってくるっていうことも言い切れないなと思いますので、まあまあ誰が優勝してもおかしくない、そんな展開かなというふうに思います。まあ個々の試合それぞれでいろいろありますけども、まあ朝倉環奈選手、村田佳菜子選手、それぞれの思いの中で悔しさたくさんあると思いますが、まあ逆にやっぱり中井凜選手にのなんていうんですかね、経験と実力に村田選手もいい意味で先輩が胸貸してくれたんだなっていう感謝をして、この悔しさをバネにですね、さらに、高みを目指すためのトレーニングをもう一回頑張ってほしいと思いますし、朝倉環奈選手はまだ